はい、皆さんこんにちは。気持ちです。英語落語やってます。マネージャーの安藤です。はい、先ほど6月に受験をした TOEIC の結果発表を取ったばかり、はい。2本目でございます。はい。落ち込みまくってます。 何、7月の受験は何かやらかしたんだって今聞いたんだけど。またマークミスしちゃったんですよ。もう、ってなって。どっち、リスニング、リーリディング？スニング。リスニングマークミス。もう私にとってリスニング終わったら終わるっていう あれなんですけど。でもなんか結構自信あったんで、塗り間違い全部直そうと思って、で、その3問セットじゃないですか。それを、まあ、丸ごと1個、3問を犠牲にして塗り直そうと思ったら、なんと2台分、まあ、6問犠牲になってしまって。あ、もう3問を流れてるのを聞かず聞に、かずにも塗そりの直す。修正作業にやろうと。はい。ほもうその3問を犠牲にしてでも、そこを直したー。方が、トータルで見たときにいいんじゃないかなって思ったんですよ。気持ちも持ち直せるしってあ、ことね。そう。ところが、ところが。意外と時間がかかってしまった。多いなと思って。ああ、そうなんだ。ってことは、パート3か4かなんかに発生したの、そのトラブルは。あ、そうです。もうなんでと思っても。ね、まあ、この動画の方が結果発表よりも後に出るので、まあ、話しますけど、700点台だったわけですよ、6月の結果がね。800点だったら、まあ、自己ベスト更新してなくてももうっていなんかう。まあなんていうか幅が小さくなったかなっていうところなんですけど、もう私の幅広すぎるんですよ。そうだね、このね、なんか来月の7月の結果発表出したくないみたいですね、動画。なしでいいですか？キムチさんなしじゃないですか。だから私はなしにしましょう。出すよ。もう、出すよ。俺たちは出していくんだよ、いろいろ。恥部を晒せよ、恥部を。編集したいですもん。もう点、すごい技術が上がってさ、点数がさ、すごいこう、偽造されてたりしてね、なんか、そんなことできるのかな、編集で、映像の編集作業で。ね。フォトショー頑張るみたいな。ああ、なるほどね。でももう偽装しすぎてもう訳が分からなくなりますそうよ。だね、違本当うかんだ残っったてたりなしいてのね。みたいな。いや、でも実力伴わないとね、900オーバーしてもあんまね。り嬉しくないですよね。ちょっと動画はいらんって感じです。さあ、7月、木本さん受けてないんでっていうのがあって、まあ、そうなんです。適前逃亡というか、たちがあるんですよ。だから、自分の方がね、彼女より。彼女は少なくとも頑張って受けたわけなので。まあ、なんでかというと、ちょっと体調、ごめんなさい、崩しちゃって、もうちょっと今日は行くのやめとこうって思って、家で寝てました。でね、その代わりと言っちゃなんですけども、別の試験を、まあ、その日っていうわけじゃなくて、他の日にね、取りました。36個目の 36個目の資格になります。はい、50個めがけて。50個めがけてね、目指して頑張っていきたいと思いますが、さあ、どんな試験を受けたかと言いますと、こんなんでございます。リサイクル用紙に印刷された結果でございます。オンラインで実施されたので、合格証もオンラインです。こんな試験でございます。美術検定4級。おめでとうございます。何のこの凄さもないというね、こう認定証みたいな感じですね。どんな試験かというと、まあ、西洋、東洋、日本が関わらず、彫刻とかも含めてね、美術に関する、まあ、大枠の知識を4級では問うと。1950年ぐらいまでの画家さん、アーティストを軸に出すのかな。はい。だから本当に現代アートの人は出てこないっていう人なんですけど、そんな美術検定4択なんですね。画像を見て、この絵は誰のですかとか、この画家と作品の、ペアが合ってるのはどれかとかね、そんなようなものをやってるんですよ。で、別にね、急に美術のスイッチ入ったわけじゃないんですよ。そう4、5です。年ぐらい前から知らなかったっけ？いや、なんかちょいちょい美術館行ってるイメージあります。4、5年、5、6年ぐらい前から、まあ、もともとルノワールが好きだったんですよ。印象派のね、ルノワールの、ラジオ動画にもね、画像を出した少女の絵とか好きで、綺麗だなと思って見てて、で、
あれですよ、あの、まあ、落語やってるんだね、江戸のこの絵画を見るようになって、はい、奇想の画家っていうね、この曽我松柏とか、はい、伊藤若冲とかね、そこら辺とか好きになって、まあ、そこから西洋に行って、まあ、西洋の油絵はもうコテコテなんだね、あれですけど。それで、まあ、ちょくちょく美術見てて、でそこから最近ちょっとスイッチが入って、うんうんうん、面白い。美術の作品センスはないんで、絵心がないんで、見ました？僕のフランシス・ベーコンの模写ね、クレパスで描いたんですけど、あれマジックとね、楽しそうですね。あのね、あれね、実はね、捨てずに撮っといてある。撮ってる。でも、もう言わなかったけど、これ今日の今日まで言わなかったけど、 あの後ね、はい、俺色鉛筆買いに行った。かませる。で、このあの本数が多いやつあるじゃない、色鉛筆が、 あれはちょっとさすがに買わずに、ちょっと、はい、少ないやつ、12本ぐらいのやつ買って、うん、あのね、彼女が働いてるわけですよ、ここね、はい、買って事務所入る前にね、純の部屋にそれを片付けに行って隠して、そう隠してね。なんで隠すの？なんかちょっと恥ずかしい、なんですか、照れくさくて、なんか、え、なんで目覚めたのみたいな、からかわれたら嫌だなって。別にそんなことしないですよ。あとあの鉛筆削りもね、ちょっとトイック、自分は鉛筆派なんですよ、シャーペンじゃなくて、はい、うん、結構丸くなってきたんで、鉛筆もあの削り方が調節できるやつ、特勤って名古屋弁か、こう尖ったやつと丸まったやつ、ありますね、で変えれるようなやつを買って、え、あのこう自分で、いや、あのね、もっとちっちゃいとこうやってこうやってやつ、ああ、はいはい、ありますね、そうそうそう、はい、あのね、決して絵を趣味にするってわけじゃなくて、この YouTube 動画上著作権の問題で出せないやつがあるんですよ。例えばピカソとかの絵は出せないんですよ、あのお金払わないと。今回の模写もそれで描いたんですよ、ね、そうそう、フランシス・ベーコンもまだ亡くなられて70年経ってないのかな、だからダメなんですよ、うーん、なので模写して描いたんですけど。まあね、よっぽどないですわ、それより前の絵とかの方が紹介するしやすいんで、あ、うん、けど何かの時に困らないように、はい、うん、買ってきちゃった。話がね、だいぶそれちゃったんだけど、まだ描いたら発表しましょう、うん、そう、気持ち画伯のね、絵をね、そのうちあのお互いに絵を描いてどんこう勝負し合うみたいなこともね、やってみたいなというふうに。草薙くんとゆうすけサンタマリアさんがよくやってた番組、テレビでやってたのをね、ちょっとやってみたいなとは思ってはいるんですけど、はい、さあ美術検定ですよ、そんでね、はい、ね、ちょっと本屋さんに行ったらこう美術検定っていう問題集があったんだ、そんな検定あるのっていう、検定ビジネスにもろにね、餌になってるんですよね、本も買って、参考書も買って、問題集買って、本買って、受験料払ってるっていうね、もう日本経済回してますよ、本当にね。で、4級と3級の本も買ってね、4級はもう最初の時点で合格 60% だったんですけど、最初1回目の投資の問題でもあの 60% 超えてたんで、うんうんうん、まあいつでも、いつ受けても、これ4級はいつでも受験できるんですよ。あ、そうなんですね。そうです。一応 80% 2回目やった時にその問題集をね、はい、80% 超えてたんで、まあ、いつでもやれるな、はい、本当は8月に受験しようと思ってたんですけど、はい、この7月のトイック受けられなかったので、はい、まあ、お詫びというか、誰にお詫びをしてるのか分かんないですけど、ちょっと受けて、うん、で、まあ、発表、報告できるようにしたいなと。で、3級はこの11月、8月から受験、あの、願書というか、申し込みが開始して、11月らしいので、で、3級はちょっと難しいんですよ。ちょっとだけ踏み込んだ知識が出てくるので。オンラインなんですか？オンライン、これもオンライン、オンラインだけど3級からはいつでもじゃないですね、うん、そう、日にちがこの日とこの日の間に受けてくださいみたいな感じで、で1回だけの勝負になっちゃうから、はい、再受験とかできないんだよね。へえ、うんうん、ちょっとね、やっぱり4級よりも踏み込んだ、4級はね、学校の知識というか、例えば最後の晩餐の絵とかね、あのダヴィンチの最後の晩餐とか、はいはいはい、そういうものがある程度分かれば取れます、うん、取れると思う、うん、世界史とか日本史のある程度の知識があればね、あ、うん、だけどちょっと3級は難しいなっていうのはね、うん、自分なり、まあにわかですけどね、全然勉強してないって言うと変だけど、本当ににわかで本読んだり YouTube
美術系 YouTuber さんの YouTube 見たりとかして、うんうんうん、興味のある画家さんと興味のない画家さんが全然もう落差があるんですよ。あ、まあ、現代アートは全然わかんない、まだ良さが、うん、モンドリアンとかさ、あのデュシャンとかで分かるんでしょ。分かる。なんかね、こうね、幾何学模様でなんか色だけ塗ってあるやつとかね、黒い、真っ黒にしてあって黒いそれだけが出てたりとか、うん、白い絵に違う、ちょっとした違う色の白で正方形がこう斜めに貼ってあったりとかさ、うーん、それをアートとしてどう解釈するかとかっていうのが、はい、まあ、現代アートの楽しさでもあるんだけど、はい、純粋にあーなんか美しいなとか、うん、綺麗だなってまだ思いたい年頃だから印象派とかね、はいはい、古いやつを見て、あの、うん、カラバッチョとか見たいんですよ、うん、でもそれを見ると今度宗教の勉強とかになるんですよ。へ、キリスト教のワンシーンとかを絵にしてあるから、はい、うんうんうん、この例えばこれを持ってるとこの人はこういう意味なんだとかね、へ、あるんですよ。アトリビュートっていうんですけど、はい、これがあるとこれを意味する、これがあるとこれを意味するっていうのがあったりするんですよ。意味付けできた方が分かりやすかったりしますね。そう。それはね、すごく面白くて、で、ね、俺浄土真宗なんですけど、キリスト教のね、新約聖書 の、うん、あの本を読んでみたりとかね、うん、すごい面白い。沼にはまっちゃった。俺今このギリシャ神話をね、読もうと思ってるんですけどね、恐ろしいね、ギリシャ神話ね。恐ろしい。近親相姦とかバリバリだよ。あ、そういう感じ。この神様を浮気しまくりだよ。で、奥さん怒ってさ、その旦那さんもさ、あそこをバチョンと切っちゃってさ、はーって捨ててさ、で、その捨てた あそこが海に落ちて、ヴィーナス誕生とか意味わかんないでしょで、なんかお腹から出てくる、奥さんのお腹から出てくる子供がなんか気に入らないからってもう一回元に戻したりとかね、戻すってとか で出てきたら、もうダメ、もう一回みたいな感じでね、で切れた奥さんがね、なんかうわやっちゃったりとかね、いろいろ。なんかちょっと。すごいの。うん、あ、すごい。で、それをみんな絵に描いてる。へぇ、うん、面白い。あとなんか、ほら、インスタ映えとかあるじゃん、今でも。はいはいはい。あと、こう、スノーとかさ、で顔、修正するでしょ。あ、はいはい。肖像画とか修正してんのよ。ほんとに。いつの時代。そう。でさ、ほら、なんていうの、あなたは、あれか。結婚相談所とか使ってないか、だからお見合いとかないか、はい、うん、それはない。ほらお見合いでさ、写真とか見るじゃない、はいはいはい、素敵とかさ、かっこいいとかなるでしょ、はいはい、で、盛りすぎるとさ、はい、こう、もらっ、こう現実見てさ、あ、実際チャリやんみたいな、あるでしょ、実際に会った時のギャップ。そういうのがあったりするとか、肖像画でこんなの、こんな感じの人、こんな感じの人がシュッとなって、フッとなって、女性でね、いや、 やっぱり女性はチャリアンみたいな、綺麗でありたいから、うん、権力闘争とかにね、巻き込まれたりとか、へー、そういうの読むと、あー、めっちゃ面白いわだから現代アートがまだ分かんないっていうか難しい。現代アートはちょっと哲学に近いから、うん、どう感じるかだから、うん、まだね、まだこう美しいものを見たいかなっていう感じで話がだいぶ揃ってきたなんかね、この美術検定を合格すると、一部の美術館とかがなんか入館料がね、100円割引とか50円割引、4級でもね、4級でもあるみたい。だからこれからね、俺あの東京の山種美術館さんでもね、なんか割引ある みたいな、ちょっと見間違えてたらごめんだけど、でも結構あの三井まあね、問題集買って参考書買って受験したらね、50円割引何回できるんだっていう話でございますけどね。まあまあ、でもあの知識を得た上で見るのは絶対楽しいですから。そう君はだいぶ分かってたね、なんかね。いや、でもそれは実際ありますよね。そうなのよ。やっぱ背景知識が分かるとね、より面白いっていうね。うん、ほんとね、ちょっとね、じわっとくるんですよ、絵の前で。だいぶ心がすさんでんのかな、俺と思いながらね。まあ、好きな絵のジャンル的には結構まあ、うん。暗い絵ね。暗い絵ね。ルドン。フランシス・ベーコン。今こう後で僕が出てもらう、俺の書いたやつ申し訳ね。いやでもルノワールとか好きなんですよ、今でもね、変わらずね、可愛いやつ、うん、ということで、美術検定4級36個目の資格ゲットでございます。おめでとうございます、はいはい。
これも3球取ってもカウントはできないので36は変わらずということでございます、はい、でまた今年あと3球取って、はい、まあ通夜間内緒も挑戦して、うん、まあ、トイックも990取って、はい、2021年締めたいと思いますけどもね、はいはい、皆さんまた素敵な、なんかいい、これちょっと受けてみよう、見ないよみたいな検定があれば、ぜひ情報をいただけたらなと思います。そして、もしね、美術検定に興味がある方はね、連絡ください。語りましょうよ、美術のことね。はい、あの、美術の画家のスピーチとか作品を紹介するスピーチもこれからだんだん出していきますので、あの、知識がなくても楽しめるようなスピーチを作っていきたいと思ってますので、もしよかったらカラバッチョのね、スピーチなんかももうすでにアップしてありますから、見てみてください。検定ゲットのご報告でございました。はい、それではまた別の動画でお会いしたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。暗い絵だっていいじゃん。もういいと思います。全然いいと思いますよ。うん、ではしない。事務所に飾るのはそれは嫌。何がいいかな。今度ちょっとその辺のね、あの労使交渉とか、こっちが労らしいですよ。こっち労ね、許可を得るので、ね、ちょっとプレゼンしてみたいと思います。それを楽しみにしてください。